日本中の市町村、日本中の各都市、日本中の大都市、そこに住む皆様方、おはようございます。赤蔵チューブでございます。赤蔵チューブ、今日も自分のために気を送っております。皆様方におかれましても、ぜひともご自分のため、ご家族のため、また奥様のため、そしてお父さんお母さんのために頑張っていただきたいと思います。そのことが日本をかさ上げします。日本が良くなれば、日本は私たちにフィードバックをくれる、尊い国の一つでもございます。まあ、ある国のね、主席のことをね、プーさんだって言ったらダメだっていうことなんだよね。まあ、そうなったら、そういうのは使えないと。そしてそういうその映画も取り締まるということでやらせない、あるいはそういうゲーム、そういうことを言っただけのゲーム、それも取り締まるっていうような、ことがね、今行われてるわけだけれども、ぜひね、ウィキペディアの差別用語っていうところをね、調べていただけるといいと思うんだよね。これいちいち言えないんでね、言ったらダメなの？これよくわかんないんだけど、昔ね、まあ、確かにいけない言葉ではあるけれども、だからって外国で、ここまで規制してるところってあんまりないと思うよ。例えばクズなんていうのはさ、結構言ってる言葉なんだよね、やっぱりね。あいつはクズだななんていうのがさ、まあまあ、一番やっぱり気になるのはさ、やっぱり生活用語だよね。便器屋さんとか魚屋さんとか、あとなんだろう、お百姓さんとかお肉屋さんとか、大工さんとかね、そういうのも床屋さんもダメだっていうわけでしょ。ね、利用業とかさ、それが精肉店とか、それから建築業とか、そして、そういうことを言わなければならなくなってるってどうなんだろう。これどんどんと昔使ってもよかったことがダメになっていくっていう変な事象があるわけだね。で、昔の人がじゃあ使ったらそれ差別用語になるの？ある時から差別用語になるわけでしょ、それって。まあ、俺もアルバイトで例えば、建築業やったことあるよ。その時に土方がどうのこうのって言われてね、差別されたことあるよ。だけどそれはもうそれ個人個人の問題でしょ、それっていうのはね。それから、まあ、例えば座頭市なんていうのあるけど、めくらっていうのがあるよね。座頭市は、まあ、めくらなわけだから、それもいけないわけでしょ。目焼きめくらっていうのも多分いけないんだろうね。だけど外国で座頭市 の、 コピーを作った映画があるんだけど、その時ブラインドフェリーってい う、 いうのを作ったんだよね、映画をね。ほとんどその座頭市の焼き直しみたいなもんなんだけども、だけどこういうふうにね、ブラインドって言ったらそのめくらのことじゃない。要は目が見えない人のことをブラインドリーっていうわけじゃない。だからさ、どんどんとその言ってはいけない言葉とかいうのを言いながら既得権を守ってる人たちを守ってんじゃないかとって俺は思うんだよね。そしてそのただ臭いものに蓋をすればいいのかなってことでしょ。なんだろうね、これっていうのはそのただその表現だけを封殺すればいいのかな。その逆にさ、例えば時代劇なんかで、例えば武士なんかをね、ひどくその、いわゆる高圧的なね、描き方をすごくしちゃうわけよ。で、あれってさ、ひん曲げてるわけでしょ、歴史を。で、歴史をひん曲げてまで、あるいはその歴史の中の表現として許されるんじゃないかっていう表現までね、訴求法だよね。ずっと遡ってこれもダメあれもダメっていう風に言っていったら、映画も昔の映画見れなくなっちゃうわけだよね。まあ、例えば僕が好きだった夜の大捜査線なんて見れなくなるわけだよ。あの頃ってもう差別って当たり前だったから、その差別を描いてるわけだよね。シドニー・ポワチエとロッド・スタイガーがさ出てきて名作だよね。
そしてさ、今さ、あの HBO っていうあのアメリカの映画の配給チャンネルがね、風と共に去りのを削除したんだそうだ。で、まあ、理由としてはね、まあ、よくわからないんだよ僕は。だけど、あの黒人奴隷が出てくる、その黒人奴隷のメイドさんが出てくるっていうね、そのいうことだけでさ、それがまずいということで、それをオクラにしちゃうっていう、まあオクラじゃないけれども、その映画チャンネルではもう扱わないってことになるんだけど、あれだけの名作をだよ、扱わない。だけど、その当時っていうのは、そういう感じだったんだよ。だって、リンカーンだってさ、奴隷いっぱい使ってたんだから。奴隷解放なんて言ってたって、奴隷いっぱい使ってたんだからね。そして、あの、ユダヤ人はいけない、ユダヤ人のことを言ってはいけないっていうことが、まあ、アメリカなんかではあるわけだけども、一番あの奴隷を使ってたのはユダヤ人だからね。だってあの、ユダヤ人が非常に取引をしてたわけでしょ、その航海術を使って取引をしてたんだから、ね、そのことが、まあ、それしょうがないじゃん、それ、その時はその当時そうだったんだから。そして黒人奴隷の売買もしたわけでしょ。でもそういうのを匂わすことを言っちゃいけないとかいうことになると、それはちょっとおかしいんだよね。なんかね、時代というものを無視して、で新しく例えばあの時代劇を描かなくちゃいけないということで、例えばその当時その黒人なんてそんなに活躍できなかったにもかかわらず、例えば大航海時代で黒人が活躍したりね、それでまあ、日本なんかはね、結構あの織田信長なんかがあの黒人をまあ、大名に取り立てるまではいかなかったけれども、非常に重用したという、お付きにしたというところもあったよね。あ、力持ちだったんだよね。だからそういうのもあるけれども、だけどももっと昔非常にあの黒人とも仲良かったとかさね、それから必ずね、あの人種差別がないというところを見せるために、戦隊ヒーローものってあるよね。あの戦隊ヒーローものを見せるときに、必ずあのいろんな人種を入れなくちゃいけないということになってるわけだよね。それありえないでしょう。戦隊ヒーローを日本では日本人しかやってないんだよ、ね、そしたらそれ差別になるわけ。だからそういうね、あの時代を無視したというかな、つまり過去に描かれたもの、書かれたもの、そして過去に刻印されたもの、それは動かしがたいものなのに、それを現代の基準によってそれを抹消してしまうっていうやり方っていうのはさ、どうなんだろうか。だって別に差別した気持ちで言ってたかな、ね、お百姓さんとかペンキ屋さんとか床屋さんとか大工さん、愛称を込めてんじゃないかな。うん、どちらかって言ったら ありがたいもんだなと思いながら、魚屋さんとかお肉屋さんって言ってたんじゃないの。それもいけないって、なんか NHK から始まってるのかな、これよくわかんないけれども、要はそのいけないものをたくさんにしていくわけね。使えないもの、使えないワードをたくさんにしていくっていうことは、なんだろうな、ぜひね、その差別用語というね、ウィキペディアのところ見てほしい。なんかね、昔の人だったらこれ普通に使っちゃいけないけど、でも普通に表現としてはあったわけだよね、こんなのはね。ね、暴走族だったらね、こういう差別用語に該当することをどんどん言ってたしね、うん、その犯罪組織の中にいる人だったら、まあ、そういう具合にも言ってたし、それがいけないわけでしょう。で、いけないもの、そしてダメなもの、言っちゃならないものっていうことは、触れてはならないアンタッチャブルを多くしてるわけだよね。それってどっかに既得権があると思うよ僕は。その既得権を守るためだよね。例えばあの人たちのことを差別しちゃいけないっていうところにつながってんだと思うよ俺。別に日本人は別に差別するとかそういうのもともとない人種だからね。なのにその日本人は差別したんだっていうことで、まあ、いろんな訴訟が起こされているわけだけれども、それすらもね、やっぱり考えてみると一つ、なんか
そうだね、檻の中に押し込められていくような気持ちがあるよね。表現の自由がなくなって、そしてそのなんていうかな、自由闊達なね、意見を封殺するようなね、そういうような雰囲気があるんじゃないかな。そしてもしかしたら、まあ、こうやってね、公開してる中でも不適切なキーワードってあるのかもしれない。だから今あんまり僕はコメントっていうのできないようにはしてるんだけど、でもコメントっていうのは 本来的に言うと、コメントがあってそれが支持を受けてるということで、チャンネル登録をしてくれる人だっているわけだから、本来的に言ったらコメントを全部許したいんだよ。だけどこれ許してしまうと、その結局は上の方でダメってわけでしょ、ね、僕がまあ公開してるここの上のところがダメってことでしょ。ダメとは言わないけど、ね、不適切ということの、まあ、レッテルを貼るわけだよね。そう、それはね、非常にくだらないことだと思う、ね、いつもさ、そのお葬式なんかさ、その大体決まった服じゃん、みんな、ね、黒でさ、で決まった服装で行くでしょ、お葬式って。それと同じじゃん、もう決められたもの。そしてもう大体が俺ね、東京に行くとそう思うんだけど、まあ華やかじゃないよね。昔の東京だったら本当に華やかだったんだけど、それを感じるね。なんかくたーっとしたね、あれアメリカの人なんかが日本に来た時に、言うはないし日本にみたいな感じので来た時にね、結構ラフなスタイルで来るもんだから、そういう影響かどうかは分からないけど、すごいなんだろう、フォーマルっていうのはなくなってきちゃったね。なんかこう決まった、結構かっこいいとか、なんか洗練されたとか、それから、ちょっと息を感じるとか、なんかそういうさ、のがなくなったような服装があると思う。でもそれはさ、意識なんだよ。みんなが華やかさを求めてないからそうなってるんだけど、でもこの華やかさを求めない一つにはこんなこともあるんじゃないかな。自主規制だよね、これって。全部自分で、あ、これを言っちゃいけないんだなって、そういうことになるでしょ。自主規制になるわけでしょ、これって。これが普通って思ってたら、これ違うかもしれないよね。俺はお肉屋さん、魚屋さん、ペンキ屋さん行くよ。それからお百姓さんとも話をするしね、魚屋さんともさ、ね、どこが悪いの？それが差別なの？それおかしいでしょ。それは単語について差別だって言ってるだけの話じゃない。ね、今回のミネアポリスの件もそうだよね。でミネアポリスの一人の人がああいうことをしたということでね、全ての、まあ、ミネアポリスが、まあ、悪いということで解体するなんてことがあっていいのかな、そういうことはね。それよりももっとさ、危ないことがすごく進行してたりするわけだから、そっちの方に目を向けた方がいいんじゃないかな。目くらがいけないって言ってね、それで結局そのこと自体がその目隠しになっちゃったらさ、それこそ僕たちってさ、ブラインドを下ろされたさ、人間になっちゃうんだよね。いつも外を見ない人間になっちゃうから。でも頭の中にはいつもそういうの描こうよ。だってお百姓さん、お肉屋さん、ペンキ屋さん、いいじゃない、床屋さんに行くんだよ俺は。ねえ、今日はそんな話でした。